新潟県道24号土地を山越線上のロックシェット旅重なるイボ川の氾濫を克服すべく幾度もの改修が加えられた値の道門長野県長野市国道406号の裾花道門と沢尻スノーシェルター復道とは雪崩や落石土砂崩れから道路や線路を守るために作られたトンネルに類似の形状の防護用の建造物道路用のものは 道門と呼ばれることが多い。他には多い子、シェット、シェードとも呼ばれる。雪対策のものは、スノーシェット、岩石対策のものは、ロックシェットといい、土砂の崩落や土石流対策のものは、アースシェットという。主に、海岸沿いや川沿いで、山や崖が、道路や、鉄道の近くまで差し迫ったところに作られることが多い。トンネルとは、 分かり取りの違いがあるだけで実質的には同じものであると言える。副道の谷側は完全に吹き抜けになっていることが多い。トンネルに接続するものも多く見られるが、副道とトンネルで断面が変わるためにすぐに見分けがつくことも多い。副道の断面形状は長方形か型流れの台形が多いのに対し、トンネルは円形のものが多い。 屋根部分が完全に土砂に覆われているものもあるが、万が一の時のために作られた山から数メートル離れたところにある副道もある。通常鉄骨、または鉄筋コンクリート製で相当な強度が求められる。上部は落石やなだれのエネルギーを吸収、または速やかに速報へ受け流す構造となっており、通行中の自動車や列車の安全確保を図っている。 建設費用も莫大である。継承地になっているもの。ありがとうございます。